お花紙で作ったハボタンをお正月用にアレンジしてみました。まず入れ物を用意します。その中に剣山の代わりに段ボールを折り曲げて入れていきます。ハボタンの茎のワイヤーを段ボールの穴のところに差し込みます。これで固定することができます。この入れ物だと3つぐらいハボタンが入ります。周りに赤と金の紙を入れてみました。互い違いに差し込んで外側に折り返します。そこにハボタンを刺します。最後に松や扇をあしらってアレンジの完成です。